どうもスマッシュログ TV です。よろしくお願いします。お願いします。今日が7月1日で、昨日アップデートがね来ましたね。皆さん新キャラも追加されたということで、ミエンミエンね、2の背景にもなってますけど、ミエンミエンしか見えないけど、ミエンミエンね、可愛いよね、2ね。いやーすごい可愛い、本当に。ねえ、結構スマブラの参戦キャラの中だったら一番好きかもしれないわ。あ、俺も一番だわ、これ。ねえ、可愛いよね。一番。可愛さはあんまり僕は感じないタイプ。え、嘘でしょ。見た目はさておき、性能ですよ。ね、アバは全然触ってないんでしょ。いや、でも結構見てよ。見た見た、見た。プレイ時間も1時間未満って感じだけど、うん、イメージは4時間ぐらいやった。うん、2は結構やった？いやもうアップデート後からメンメンしか触ってない。今日はやることは、3人でメンメン総当たり大会と。最弱王決定戦ですか？そうそう、そうそう、メンメン最弱は誰かっていうところですね。今日決めていこうということで、では早速ね、ゲーム画面行きましょう。一回弱いやつからやるとかね。うん、そうね。俺アバでやるか。はい。これ色違うんだ。違うんだよ。同じやん。あ、全然違う。全然違う。黄色ベース。はい。開幕のこれ超強くない？強いね。あ、なんか慣れてるね、復帰阻止。うまい。命がけなんだよ。ああ。しかし。いや、俺やっぱ強くなってんだよな。成長を感じる。はい。マジミラーが命がけすぎる。2はさ、リップとかもやった？オフだけ？リップあんまやってない、オフだけ。そうだよね、うん、いや俺上手くなってんだ、やっぱ自信湧くわ、これこれ勝てなさそうだな。あっと、はいはいはい、え、これ何、自動で追尾してくれるの？ためたら、あの、最後のビームだけ。そう、強くない？シフトは勝手に自分でやるんだけど、そう、復帰阻止とか超強いんだよね。うん、そうそう、なんかほんと積んでるキャラやばいよね。うん、やばい。俺のご飯が集中しろ。はい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 、長くだけだとやっぱね、うまいな。はい、これ投げも強い、ギリギリ死なないね。はい、え、うまいな。追尾、あー、強すぎるんだけど。ボタンを押すだけやん。そう、これうまい。なんで下投げるかっていう話も、ね、そう、まあ、あるあるだよね。いらない、変わってないキャラ下投げしがち。何にも繋がんないよね、投げは。前はすごい、でも展開良くない？ベクトル低くて、うん、展開はいい。はいはいはい、あれか、み復帰難しいよね。うん、むずい。はい、いやー、あのね、ウエスマ、マジで優秀。おお、あるあるかもしれない。意外、はい、そうよ、マジ強すぎる。本当に強い。伸びすぎ。2N で死ぬのおかしいな。この色が可愛いんだよ。これ 2P? そう、2P。 うん、一番いいね。これは可愛い。これやっぱ開幕はやっぱ リング強いよね。まあリングは普通に強い。なんかね、立ち回り、そう、対空がな、貯めると火属性がつくんでね。
そう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 。これあ、メンメンミラーはかなり別ゲー感あるよね。確かにメンメンミラーは割と違う。うん。高い。で投げが通るとアームが強化されると。なんかビームとビームとかだけだと思ってたけど。うまい。クエヌとかも強くなるらしい。あ、うまいな。やばいぞ。処理できるか。やばい。アバがすごいのか、見てるだけで強くなれたシュートンがすごいのか。確かに。いや、見栄えすごいな、これ。もう俺の知ってるスマブラではないな。やばいもんな、リーチ。どうやって近づくの、これ。それです、相手の気持ちが。伸ばしてビームとか派生させてるとその、ね、隙を狩られる。そう。ダメ。打っちゃって。よし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 、まだある。いいね。そう、下スマもね、結構なんかそんな派手に強くはないけど使い勝手はいい。そう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 。上スマだよな、やっぱりやばいな。さ超強い、ね、超強い。なんか後ろを地味に振るじゃん。あー投げ。そう、下強もいい性能してんだよな。序盤ね、上スマかくったりさ、序盤というか中盤ぐらいまでかく。あ、やばいやばい。何それ。1段目のメガボルト当たったんだけど。よし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 、追いつけ追いつけ。飛びすぎやこいつ。これ1対1でも使えるよ。いいよこれ。いやそれ強い、マジで。面々解説だったら間違いなく出るだろう。とりあえずやっとけ。序盤ね。当てた後も割と展開いいしな。判定が強い。原作サイト。アバ原作やったことあるの？原作やったことある。重いやつ、重いアームが勝つから。へぇ、ダボルトは多分負けないね。やばい。出たー。この辺からボールを擦り合う。え、あー強い。死なんだ。あ、いった。あーってことでもう早々に最弱が決定しまってしまった。大会もでも使いそう。あー使いそうかな。なんかすごいモチベが高い。出せそうなキャラ、本当出せそうな性能してるから。そうね、確かに。無理なやつは無理そうだけど。そうだね、本当に復帰素質強い人とか、ウルフ本当にきつかった。なんか技を借りてるだけで。そう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 。やばいやばい。やばい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 。パルコとかもやばくなかった。パルコはもうやばい。くるくるくるっつったから。これなんか俺1戦目じゃなかったらお客さん勝ってる説だ。確かにでそれでそれあるな。それあるな。ゼロパーだけど。やばいやばいやばい。感覚なんですよ。やばいっす。はい。まいま。エプサン10連勝は達成。やばいや。8連勝で。ああでもそんなにいったんだ。8連勝まではいった。間違えた。このさ、ウェビーマジでどう使うの。対スネークぐらいでしか使えなかったんだけど。なんかキャンセル一応できるみたいな。あーなんかあーそんな噂は聞いた。だからっていう感じではある。逃げる逃げる。あやばいっす。ねえ、復帰復帰弱いんだよね、本当に。そうなんか、あんまり帰れない。なんか阻止されるとかじゃなくて、普通に届かないんだよ。そう普通に、下り火より弱いよ。そう、下り火より弱い。マックより弱いよね、多分。そう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 。復帰本当に弱い。全キャラ中一番弱いまである。やばいやばい、強すぎる。ちょっと慣れてきたオンライン。え、3択すんの。
それはまずい。やばいっす。危ない。危ない。普通にスマッシュ。待て。ドラゴン。はい。はい。はい。うま。よいしょ。やばい。危ない。ないか。ゲー。うまいあれあれやめて弱くないなんかいや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 全敗した全敗した男が結果が全てだから2周目あったらもうそんだけ言うならそんだけ言うなら返り討ち合わせてやればよし後ろ投げが17パーぐらいまずいなねえ危ねえ危ない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 メガボルトで。ああ。あれこれ帰れなくない？わあ、はい、うまい。はあ。ああ。大丈夫大丈夫大丈夫。行け行け行け。行ければいい。やばい。え、なんで一戦目なんだったんだ本当に。まあ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 死なないから。そうなんだね。リケンちゃんとすればあんまり死なないんだよな。あれ？ああ。やばい。やばーい。いったっしょ。よし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 。並んだ。おいしい。ああ、入んないか。あれ、やだやだやだ。やばいぞこれ。え、やばい。大丈夫。あはは。うわあ傷つく。ついた追い抜いてしまう。まあでも面面ミラーは別ゲーみたいなとこあるな。うんちょっとあるな。ああそう。うん。まあ最後勝ったのはやかまあ。あるなまあ。まあ、1位がいるだけっていうことにしてます。うん、そうね。平和だな。はいということで実際に対戦してみましたが面面の評価はお二人はどうですか？えまあまあ。強い気がする。うん、コンバ伸びそうだよね。一、うん、回パンチ引っ掛けたら多分2発目絶対入るようになるだろうし。復帰がさ、工夫のしようなくない？ない。そうね、ないよね。割と復帰阻止で詰められたら、うん、本当に帰れなくなりそうっていう感じ、うん。キャラランク的にはどうなりますかね。まあ初日の予想なんでね、スマッシュログはジョーカーでも。うん、そんな強くないんじゃないみたいなことを言ったよ。テリー弱いよねつって。そうそう。そんなこと言ってたよ。前科持ちなんで別に。そう。ここは何も当てにしないから。そうそうそう。S はないよね。S はない。あの復帰の弱さで。S はない。B から A か。B A 行くかな。A 行くかな。絞り火よりは強いでしょ。あ、絞り火よりは俺強いと思うけど。A 行くとしたら A の仮想で B だったとしたら B の上層にいる感じだよね多分ね日が経ってねまたちょっと開拓が進んで情報も落ち着いたらまた解説回をね取りましょうということで今回はまず遊んでみるっていう回でした。以上スマッシュログ TV でした。ありがとうございました。ありがとうございました。